本日は皆様、会場にお越しいただきありがとうございます。WBC2007 が終わりまして、読まれなかったネタ、トーナメント表の都合により読まれなかったネタ、もしくは、監督の好みにより読まれなかったネタ、とうとう発表するお悔やみ放送ということでございます。いや、いいですね、救済がね。そうですね。博士のチームでもね、博士はもうちょうどシードでこう2そう回で戦す。から始まりましたけども、1回戦のネタでいいネタ結構ありましたからね、それ読むチャンスがこうあるっていうのはいいですね。そうです。1回戦のネタが読まれてないということですよね、博士チームはね。なんかこう、でしょ、お悔やみ放送ってだけあってね、もうさっきもね、まさか ICC の電気が落ちるとは思わないですから、停電、停電しましたよね、さっ若干きこう、ね。暗めじゃねえのっていうのは、こう、まあ、お悔やみの雰囲気とですね、あと電力の関係でございます。電力の関係ですね。北海道電力さん頑張ってもらってますから、ここは注意書き出てますと思います。ありがとうございます。本当に停電してますからね、今ね。すいません。申無理しやり訳あやっりてまます。せん。ということで、本日お悔やみ放送ということで、3名のゲストの方に、ご参列いただいております。まずセンター博士です。よろしくお願いします。そして、なんと一瞬、もう吹くかと思いましたけどね、あゆさんでございます。あゆでございまよろす。しくお願いします。よろしくお願いします。そして、脳内グランドスラム、並びイオシス、並びにアリマックスのご意見番、ひくらさんです。いやもう、ひくら君にだってはさ、もうさっきまでジャージで転がっててさ、もうお悔やみするよと。じゃあ俺も出なきゃいけないってことで、そうです急ね。遽着替えてですよ。あ素りが晴らとう。しい。素晴らしいですね。そんな感じでですね、もう一回繰り返しますが、トーナメント表に読まれなかった WBBC のネタ、並びに、監督の好みにより選ばれなかったネタ、とうとう発表していきたいと思います。まあね、全員読めないんで、一部ということになってしまうんですが、幾多の例をこう成仏させるべく読んでいきたいと思います。じゃあ行きましょう。最初、所在地広島県、いきなりアルベルト・オブジョイというです。じゃね2回戦、博士のチームですよね。そうです、そうです。2回戦からですから、1回戦読まれてないので、行ってみましょう。当番組の大人気 MC、モックさんが関東へ行ってしまった理由は、今までが不法滞在だった。強制でね。以上でございます。以上。いや、まあ、ありますね。そうですね。モックさんまあ、が、なんかちょっとみんなと違ったとこあったからさ。そうですね。あれはね。お国が違ったんですか。まあ、北海道も国が違うからね。まあね、まあ、海外ですからまあ、そうですね。ね。そんなモック感じさで。ん、元気にやってる？本当にね、なんかね、生存報告ないんで大丈夫か分かりませんけどね。次。青森県がっちゅう食さんです。はい。いきましょう。当番組の大人気 MC、モックさんが関東へ行ってしまった理由は、チーン。オシムに呼ばれた。俺より受け体質のやつに会いに行く。ピッチャーのことですか。受け体質ですね。まあ、受けね。なんか、愛さんに伺いたいんですが、モクさんはやっぱ受けなんですか、生前は。生前は、彼は、そうですね、とても逆転なぞありえなさそうな受けでした。残念です。モックさん。まあ、生きてますけどね。ままあ、生きあ、てま多分すけど。時間があれば、多分右側とか左側に元気なモックさんがこう右往左往してると思います。嫌な顔が、嫌な顔が動いてるの。ありますけどね。そうだ、今この博士の顔隠してるかもしれそうないですですね。ね。ピッとか言ってね。いや。はい、どけました。次、所在地埼玉県、大五郎さんです。どうも、大五郎さん。モックさんが関東へ行ってしまった理由は、モックさんが暇つぶしに 5W1H ゲームで遊んでいたら 出たカードが、モックが4月上旬に関東へ花見をしに行き、言葉巧みに定住したといい感じで言葉を見てしまい、これはきっと典型だと思い込んでしまったから。以上でございます。彼、真面目なんだよ、意外にね。そうですよ。意外に真面目なんで奥さんす真よ。面目ですよ。だから、なんかこう、なんかコンビニにちょっとお菓子買いに行ってくるよとか言ったら、行きますね。なんだよ、なんで俺が行くんだよ、で何買ってくんのみたいな、そういうタイプですよね、彼はね。そういいやですつなんだ、意ね。外に。いい本当やにつですね。生前はいいやつでした、本当に。いいやいや、生きてますよ。また生きてるっつうの、生きてるっつう。次行きましょう。北海道キュービーの豚さんです。豚さん。博士チームはもちろんだから1回戦読まれてないわけですからね。多いわけですよ。おかしいな、テーマ変わってるな。モックさんの状況の理由。まあ、間違ってはいない。全国ポリゴン化計画推進委員会北関東支部支部長見習い代理補佐就任。なんか、すごい役職が長かったで長かっすた。ね。漢字がすごい並んでるんですけどね。もう一つ。草野球で出たサインが関東へ行けだったから。なんか、こういう感じね。そう。なんサインだろうとが並んで思ったすら、ね。関東に行ってくチケットを渡るっていう方が、関東。ベンチから出たんでしょうありね。ますもうね。一つ。学校帰りにじゃんけんしながら帰ってて、
チョキで勝って千代子レイトで気がついたら関東に。あ、千代子レイト東京みたいな。7歩で言っちゃったんですよね。以上です。あ、まあ、もうおめでとうございます。まあね、最後のモックさんお悔やみネタです、はい。所在地秘密、黒板五郎さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。行きましょう。当番組大人気 MC モックさんが関東へ行ってしまった理由は、行政指導。もう一つ、関東だと思っているのはモックだけ。お疲れ様でした。おね、時代世が世ならですね、行政指導危ないですね。危なかったですね。本当危なかった。あと、モックだけ関東と思ってるのはすごい面白いですね。家に、家の共同のところに関東って貼ってあるっていう、関東じゃないです実際はね。安っぽい感じですね。以上が、はい、モックさんが関東へ行ってしまった理由はの、成仏できなかったネタでございます。いや、もう本当あれですか、ジャムラさん、あの、はい、1回戦のモックさんとのネタを使ったやつっていうのは、延長戦はなかったんだっけ。1回戦はないですね。ないですか。じゃあもうなんかこう意外にね、やっぱりこう拾ってくるネタの、その読まれてるリスナーさんが常連さんがね、やっぱ多かったっていうのがあって、その辺がね、あー、やっぱこういうネタもなんかいいねってこうね、安心して聞けますね。博士が結構このレベルの高い方々、いわゆる常連の方を取ってるので、そのネタが読まれてないんですよ。そうなので結構残ってました。ごめんね。ちょっと可愛くやってみましょう。無理でしたね。いいと思います。ドラフトで取りすぎちゃって、そう、まあ、そんな中でもね、はい、あの急に横から来たボールがですね、あのあゆさんが投げたフリスビーを取りにとか言うんですよ。結構面白かったですね。よかったですよね。良かったですね。非常に良かったですよね。では次の、例の方に行きたいと思います。行きたいと思います。次なんですが、こんな天気予報は嫌だと、ということで、たくさんいただいておりました、はい。では早速読んでいきましょう、所在地埼玉県、サムライスペシャル B21 さんです。はい。あのこれもちろんね、あの読まれてる、読まれてない人のネタを読んでるんですが、あの読まれても監督の好みによって選ばれなかったものもありますから、そういう方々もいっぱい出てくるかと思います。それはそうですね。行きましょう、行きましょう。こんな天気予報は嫌だ、基本的に酔っ払っている、画面も、あ、画面よね。あともう一つが全くね、これ天気予報意味がわからないんですが、はい、こんな天気予報は嫌だ、ヤンキー母校に帰らないっていうコメントがあるんですけど、それ9割型のヤンキーですよ。そんなネタをいただいております。ありがとうございます。ヤンキー母校に帰らないっていうのは、9割型ってありましたけど、結構ヤンキーは、僕の時代のヤンキーは母校に帰ろうとすると教育指導の先生でが門で返すって場合ですよね。ヤンキー母校で門前払いですよね。ありましたよね。ありましたよね。ありましたよね。あの僕の代からだいたい下の子ぐらいからは、はいはい、結構こうね、ある程度こう温和になったみたいですけど、僕よりももうちょっと上の年代の方々の、はい、が時代は、はい、あのですね、なんて言ったらいいのかな、そのままじゃ飛行機に乗れないタイプの武装をされて、学校に来られて、で廊下でフルスイング、フルスイング、フルスイング、いや、それあったらしいですよね。まあ、時代はお礼参りってやつ。そうです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 。そうですよね。先生、卒業のね、卒業文集の代わりにね、俺がこのドアをっていうのがありますからね。すごいですよね。我々で少し上の世代だとあるかもしれません、ね。そうですね。オーバーサーティー世代ですよ、ね。ありそうでございます。次行きましょう。はい。同じく所在地埼玉県、大五郎さんですね。ああ、大五郎。埼玉県強いんですね。行きましょう、はい。こんな天気予報は嫌だ、日本の天気が終わった後の、世界の天気で表示される地図がパンゲア。どこでしょう。パンゲア。パンゲア。パンゲアっていうのがいいですね。以上です。パンゲアご存知ですか、皆さん。パンゲア。あ、お疲れ様。お疲れ様。あ、でもあのなんか世界の天気は、某民放放送じゃなくて国営放送でやってますよね。やってますね。あの週末とかに、こう日本の天気が終わったとね、どこだかの天気ですってやるんだけどさ、そうそうそう、ね、そりゃそこのなんか海外のヨーロッパとかに知り合いがいればさ、電話かけて、あ、お前のとこなんか明日雨らしいよみたいなこと言えるけどさ、大半の人は知らないですよね。ニューデリーとか知ってもしょうがないですからね。そうですよね。どっちかっていうとね、まあまあニューデリー、ナマステって感じですよね。まあ、前も言った、ナマステ、プレステ、ゴミ捨てみたいな。ひで今捨てられるとこでした。はい、次行きたいと思います、はい。所在地兵庫県、大輔改め体育の長距離走の時にうまい具合に一周ちょろまかす方法さんです。ああ得意でしたよ。得意でした、うまい具合ね。さすがですね、はい。行きましょう、はい。北海道に根付いたネタですね、こんな天気予報は嫌だ、イブリが読めない。ああ読めないですね。ああ
まあ、イブリニっていう字がテロップで出てるかと思うんですけど、北海道にこういう地名の場所があるんですよね。北海道のアナウンサーの試験の時にはね、ええ、北海道の地名を必ず読ませるんですよ。あ、本当ですか。おしゃまんべとかですか。そうそうそう、やっぱ読みづらい。おしゃまんべもそうですね。ああいうなんか、おこっぺ町とかもそうですし、まあこういろいろね、言えばいっぱい出てきますからね、いろいろこう頑張れよ、好きつかさん死んじゃいますよ、頑張れよ頑張れよ。いや、まああるんですけど、なんかその地名とか天気、やっぱ天気予報から入るわけですから、まあ市長、うん、12市長だっけ、全部で14かな、分かんないですけど、まあそこもまあ出てくること前提でこう出してますけど、あとそれとかも難しい難しい地名とかをですね、読ませるって試験がアナウンサー試験ではあるようですね。そうですね、うん、分かりました。はい、次、ごめん、お願いします。所在地秘密、うん、ミスタープーさんです、うん、これちょっと勘違いしてるんでね、読んでみましょう勘違い、こんな天気予報はやだ、はい、右から晴れ、曇り、雨のゼッケンをつけた狐やらタヌキやらが上に向かって登っていくこれ明らかに血液型選手権なんですけれども、ね、と思いました。A 型のあなたは、そう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 、ヒューッと落ちてって、途中からね、そう、途中からなんか急に風船出てスピードアップしたりするんですよ、ね、あの小倉さんの番組ですよね。そうですよ、そうですよ。みんな朝見て、あ、お疲れ様。みんな朝見てんね。ねえ、あ、もう一つ来てます、ミスタープーさん。はいはい、こんな天気予報はやだ。ん、予報士が、ん、高気圧、低気圧などというデーモン閣下信者。世紀末ですよね。なかなか分かりにくいですよね、天気予報で、いや、でも見た目が、あ、もう見た目から、見た目から入ってるかもしれない。そうですね、フェイスが、あ、なんかすごく白い、なんか嫌だよね、次はお天気ですって振った時にすごいすごい色の人がいる、すごいメイクなの、めっちゃ熊取りみたいな。それでなんかお天気コーナーが終わったら落としてるっていう、ね、そうそうそう、天気予報は我が輩がっていう感じのね。あ、いいですね。字で見るとすごいですよね。高気圧っていうのが高気まで漢字で合ってるんですよ、うん、あがカタカナでツーがあのツーなんですよね。そうなんですよ高気圧、低気圧、いいですね。次、はい、所在地神奈川県パクラレンさんです。 ありがとうございます。ありがとうございます。こんな天気予報は嫌だ、うん、ニコニコ天気予報、画面にいっぱいドンツーが流れるから画面が見えない弾幕が、まあ、ドンツーね、晴れ弾幕とかあるんですよ。晴れ晴れ晴れ、いいですね、ありがとうございます。いいですね、以上が、ご成仏されなかった例でございます。はい、意外にあれですね、2回戦は確か延長が結構あったんですよね。ありました、ありました。ですから、まあ、そうですね、結構ネタ的にはね、うん、一通り、まあ、出た感がありますけども、ええ、やっぱ聞くとやっぱ常連がやっぱ多いですね。そうですね、ミスタープーさんあたりはやっぱり、まあ、新人の顔が、なんかこう、匂いがしますけども、高気圧いいですね、うん、やっぱりね、常連がやっぱりこう、わーっと投げきれなかったところがありますね。そうですね、うん、ありがとうございます。はい、で最後に行きましょう、はい、3つ目のネタは、ドラキュラが嫌いなものは何ということでございます。これは難しい、これ、うん、このテーマがね、また決勝戦にふさわしいぐらい、ね、難しいんですよ、難易度が高かったですから、単語で答えなきゃいけないものは基本的に難しいんですよね、うんうんうん、そうなんです。じゃあ行きましょう、所在地海外、アルテマイです。はい、はい、あ、アルテマイさんね、最近流行ってんのかなこのネタ、行きましょう、うん、ドラキュラが嫌いなものは何、世紀末以上でございます。合唱、あれ違う人なんですけどね、来ましたね。あ、そういうこと、なんかドラキュラと世紀末っていう、こう位置づけが、なんかこう、被ってる、被ってるからってこと。そうじゃないですかね。そういうことなの、わかんないアルテマイさん今回わけわかんなくてよかったですね、非常にね、うん、でもなんかアルテマイさんはね、結構独自な打法でね、長距離飛ばすんですよ、飛ばすんですよ、復活してちょっと嬉しかったです。兄貴に負けんな、頑張れ頑張れよ。次、はい、所在地東京都、茶色いマリモさんです。これ実生活だと思うんですけどね、行きましょう。ドラキュラが嫌いなものは何、オービス以上です。合唱いやいやいや、オービスは、オービス大事だ、いや、オービス大事なんだよ、オービス当たり前ですよ。そうですよ、いや、交通 の、 その規則を守ってね、きちんと60キロって書かれてるところね、いや、もう、まあ、プラスあんなプラス20キロでいいんだよとか、そんな事故のもとですからダメですよ、そんな言ったらダメですよ、ダメですよ。ですけどオービスは言ってくれないとね。そうですね、もうラジオとか聞いてたらさ、もう妨害電波でさ、ボンボン、オービスいるからさってこう言ってくれないとね、うちも危ないとかありますから、てかドラキュラオービス使わなくね、あ、
おドラキュラ用オービスとかあるのかな、あるんですかね、血取りすぎみたいな、血取りすぎあるのかな。あそうなんだ、血流がなんかあのスピード違反なんだそれは。わかりました、まあ、オービス、ありがとうございます、うん、お心理さんの方も出てきますからね、うん、そうですね。所在地東京都ドクピーさんです。これね採用するはずではなかったんですが、ひくらさんが座られたんで採用しました。なるほど、はい、行きましょう、うん、ドラキュラが嫌いなものは何、はい、まあ何が嫌いかなんていうのは別にいいんだけど、うん、好きとか嫌いとか最初に言い出したのは誰なのかしらメタル勇気っていうゲラゲラ笑っちゃった今ありがとうございます。好きとみたいな感じですよね、チーン。なんかひくらさんコメントは倒れてる。激沈です。激沈です。ラブミープリーズですか。メタル勇気はねえよ。ありがとうございます。メタル勇気の説明はね。ありがとうございます。まあ、おいおい出してください。はい。次。はい。所在地石川県すくみずパンダさんです。これもひくらさんが座られたので行きました、うん。はい。ドラキュラが嫌いなものは何？うん、間違える。町軍人ですね、昔 の、 あの格闘ゲーム の、 あの言葉ですけどね、間違える間違えるってテケレテテテテのあれですよね。そうあれですよね。そうですよ、この前一緒に飯食い行った帰りに高谷さんに対決だとか言った時に僕がテレテテテテテって振るって言われたんですけどそういうことですよ ね、 ですよね。あのストリートファイター2ですよね。そうですよ、昔あの東急ストアっていうスーパーがあって、そこのところであの100円で2回できたんですけど、はい、あれで頑張ったんです。通くれたんだ、やりました。あのしゃがみ胸キックが2回転目が長いやつ、ね、そう長いんですよ。もうまあいいですわ、はい、はい、次、はい、うん、あお疲れ様。続きまして、はい、埼玉県水猫さんです、うん、これもなんかゲームに偏ってる気がするんですが、いきましょう、はい、ドラキュラが嫌いなものは何、うん、コウモリの排泄物。結構でも、します、ね、いやでも結構ドラキュラ、ドラキュラ、ドラキュラ、あれ僕が持ってるのと違う、あれドラキュラとコウモリって結構仲いいんじゃないの。なんかドラキュラの部下はコウモリってイメージがありますよね。そうですよ、でもこれコウモリの排泄物ってことはこれ違うゲームですよね、おそらく、ね、そうですよね、多分そうですよね、何ランチスかの謎ですよね、多分。あ多分そうですよね、そうですよね、いただきました。昔そんな曲もありましたけどね、ありがとうございます。まあ部下の排泄物をねこう処理するのも大変そうですからね , 笑顔で言うな、そういうプレイじゃないですよ、そういうプレイじゃないですよ。次、怖くなっちゃった。はい、所在地東京都上村葵さんです。上村さん、ありがとうございます。これ、ね、ありがとうございます。意味が全くわからないんだけど、ちょっとあの目の付けどころがいいなと思って拾ってみました、うん、ドラキュラが嫌いなものは何。マックグリドル。マックグリドルご存知ですか。いや、また一人だけゴスンってきましたなんか一人だけ槍がやね、なんかすごい飛びましたね、ゴスン釘が刺さりましたね。マックグリドルというのは最近始まったあのマック の、 あのメニューなんですよね。おお、そう、マックグリドルはこう独自になんか方向性をこう満たして展開してて、結構ね、あのなんか勝手に走ってった感じでいいんですけどね。マックグリドルっていうか、それ上村さんはあのマックでバイトとかしてるんですかね。マックグリドルってね、新しい、どうして、どうして、どうして、結構めんどくさいんですよ。何が面倒なんだ。ひくらくん、そういうことなんだ。そういうことか、ひくらくん、そういうことか。そうなのかなと思って。よかった、今日ひくらさんに座っててもらって。あ、なるほどね。そこ広いのすごいですね。お疲れ様です。お疲れ様です。次、はい、もう大御所ですけどね、うん、秋田県ぬるぽーしょーです。おーしょー合唱。あ、そうか、おしょー、はい、社長チームだったから。あ、ね、そうか、残念。はい、そう、行きましょう。本当野球好きだな、ドラキュラが嫌いなものは何。スリーバントスクイズ。あ、やる側なんですかね、やられる側なんですかね。難しいところありますね。ねえ、やられる方、やる方も、やられる方も苦しいところあると思うんですよね。いやー、そういうことですか、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。残り2人ですね。なるほど、行きましょう。どっちから行こうかな。こっち最後にしよう、先にこっちですね、東京都テンテル大臣です、うん、これ全く意味がわからないんで、こうあのいわゆる電波系なネタなんで拾ってみました、はい、ドラキュラが嫌いなものは何。くさび型モックくさび型文字ですよね。文字ですよね、くさび型モックって書いてある。こういう形が意味がわからないんで読んでみました。ありがとうございます。最後、はい、最後に読むには適さないかもしれないんですが、はい、趣旨を勘違いしてる人がいましたので、はい、読んでみます、東京都マッシーさんです。最後にね、マッシーさん、これね、うん、あのこのコーナーはグランドスラムであって謎々ではないんですが、行きましょう、うんうん、ドラキュラが嫌いなものは何、はい、ドライヤーだってドラキュラが嫌だから。ああはい、ガッシーン、以上、
たくさんこう成仏できなかった例がいましたけれども、うん、あのグランドスラムあの本番で実際にこう読まれたネタと比べて博士今回のネタいかがですか。やっぱね野球と一緒なんですけども、流れはやっぱ重要でね。そうですね。例えばもうさっきの最後のドライヤーなんてね、もう基本的に普通で言ったらですよ、もう打席に立つところからなじられる、あの解説陣になじられる感じですよ。正直くるぎですか。いや高宮ですよ。まあまあ、あるんですけど、でも出し方によってはですね、結構今のドライヤーもね、散々やった時に、ドライヤーっつって判定陣がんって時に、だってドラキュラがいやだドライヤーっつって判定はっつった時に飛ぶ可能性かなりありますよ。それもゴーンっていう可能性ありますからね。それはあのやっぱり他の、なんでしょう、ネタもそうなんですけども、やっぱりこう出てこれなかったのは紙一重だったのかなって気しますけどね。そうですね。わかりました。どうですか、ゆうさん、いわゆる残念ながらボツになってしまったネタ、読んでみましたけど、いかがでしたか。いや、埼玉には自爆霊がいるのかなと思うぐらいでしたね。結構埼玉霊多いですよね。そうですね。自爆霊、まあそうですね。まあでも、やっぱりこう好みで選ばれなかったものもあるかもしれないですけど、悪く読まれなかったものというのもね、多かったと思うので、やっぱり結構それがもし本番に出たらカキーンとこういったんじゃないかなというようなネタもたくさんありましたね。甲子園と一緒ですね。こうね、いい選手とかね、いいんだけど、こう味方のエラーがとか、そうね、あともう一打席例えば回っていれば俺の出番だったかもしれない。あるいはあのじゃんけんで、あのくじ引きで、もし取られていれば、取っていれば、また変わったかもしれないってありますね。そうですね、ありがとうございます。そんな感じでいっぱい読んでみました。はい、あの来年のこう WBC2008 がもしあった時でもね、あのこのコーナーはやろうかと思ってます。まあ、来年なのかね、秋季キャンプなのか。いや死んでしまいますよ。我々が死んでしまいますよ。わかんない基本的にだってさ、編集さんがもうあっち向いちゃってますよ。編集さんがそこのカレンダーがあっちにある。あ、そうか、カレンダーがね。いやわかんないじゃん。だってさ、例えばだよ、例えばですけど、わーって盛り上がったね、またちょっとね、じゃあオープン戦をやろうかみたいな。野球じゃないですけどね、記録に残んないタイプの。そうそう、あとはなんかこう何点しか取ってない、何点以下の人限定試合みたいな。ああ、そうなんだ。上位はダメみたいな。あと、未採用限定戦とかね。ああ、いいですね。未採用限定戦熱いですね。未採用限定ガチですね。未採用限定戦と3点以上の人限定戦は熱そうです。限定戦熱い。3点以上戦も熱いですね。期間限定のね、いいですね。オールスター戦ですよね。あ、オールスターもそうですね。あ、ファン投票すればいいんだ。それ東西で戦えば。いやでもファン投票は正直言うところ、打者に対するプレッシャー、これはきついですよ。そうですよ。俺こんな期待されてんのにとか、あとあれは組織票もありですかね。ありますよ、ありますよ。俺の友達でね、いやもう俺の面白さをもうぜひ伝えたいから、お前らちょっとぜひちょっと投票してくれと。そうそうそう。いうのもありですから。あと純粋に住まいで分ければ面白いですね。あ、東西対抗ね。面白い。東西対抗ね。面白いな。できます。全国だからできますからね。できます、ね。東北の方には和尚がいるし、あの西の方にはアルベルトがいますから。そう。いいですね。あれも楽しみですね。トムさんもあれですよ、宮城県だから、東の方ですから。そうですね。アルベルト対和尚ミックスソムっていういい形ができます。ね、いや楽しいですね。こっちあの選ばれな、最近ね読まれてなくて選ばれない人いるかもしれませんけど、監督推薦がありますから。推薦枠でね。多分あると思います。いやもうそういうのもね、ぜひ今回やってみてすごい面白かったですけど、今回総勢で60人、70人ぐらい、70人オーバーぐらいですから、まあ、ぜひともね本編の方も続きますし、こういうイベントごともね、まあ、ちょこちょこやれたらいいなというふうに思ってますんで、ね、ぜひ皆さん参加してね。ね、してね。本当。あの高い DVD なんですけど、本当買っていただいて、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。で、我々なんかね、いっぱいまた面白いもの作っていければなと思ってますので、そうですね、ご期待いただきたいと思います。じゃあ博士、最後に、来年に向けての、抱負、これあれですか、全試合あの終わった後の6枚目のディスクですから、なるほど、まあ、博士優勝したって分かってますから。あのね、まあ、一応今回は、無事勝つことができました。ただ言えることはですね、各監督がこう導いてくれた選手っていうのを神芝居だと思うんですね。だ今回も社長が前回ディフェンディングチャンピオンで博士がまあ今回勝ったわけですけども、次回もしかしたら、まあ、博士であったりとか、まあ、社長であったりとか他のレギュラーメンバーが予選で落とされてしまうかもしれない、監督としてね。だから僕らも監督としてはもう磨かなきゃいけないし、リスナーさんもここで何だろう、大抵こういう WBC で活躍した新人さんっていうのが常連になってること多いですから、本編の方でもね、負けずにこう投稿してもらって次の大会に出てもらえればなと
思います、うん、そうですね、はい、ソリストの皆さんも頑張って、ね、ネタ考えて送って、うん、こ う, うまく監督側で活かせないという場面もね、そうですね、あるでしょうからね、そう、呼吸とか間合いとかもありますからね、我々も磨いていかなきゃいけないですね、わ、うん、かりました、ありがとうございます、はい、ということで、うん、本日お悔やみ放送は以上と、はい、ということでございます、それでは皆さん、ご冥福をお祈りいたします。また送ってね、じゃあねー、